モデルになりたいと思ってなりました。上京して今こっちでいろんなモデルやってるって感じです。そうですね、はい、渋谷で声かけられました。Hey guys, this is Cathy Cat, and today we've come to a very famous Japanese fashion event, and we are allowed backstage at A Collection. Today, we are gonna ask the models how they became a model in Japan. That's gonna be interesting. Take notes, guys! モデルになったきっかけは何でしょう？モデルになったきっかけはロリータを好きになってからケラっていう雑誌を知ってケラのモデルになりたいと思って事務所の方と一緒にケラに出させてくださいって言いに行って、それで今ケラモデルとしてなりました。ケラとかのスマップに出させてもらってこうメイクページとかちょっとやらせてもらったりとか、はい、なのでスマップからって感じですね。はい、え、じゃあデザイナーになったきっかけは何ですか？デザイナーになったきっかけはもともとファッションの学校に通ってて、でずっとやりたかったので自分で個展とかを開いてちょっとずつやっていって、でロリータシンドロームもまた新しく作ってっていう感じですね。モデルになったきっかけは、ケラの地方スナップで地元静岡にいる時にたまたま声をかけられてスナップしてもらって、その後東京に上京してきてからまた同じカメラマンさんに遭遇して、それがきっかけでケラの本誌の方に呼んでもらうようになりました。モデルになったきっかけはそのいろんなデコラを経験した後に原宿のストリート系の格好のカジュアルな方に行った時にちょうど大阪のお店でモデルやらないかって話になりまして、最初はウェブのショップモデルやりつつ、そこからしばらくして上京して今こっちでいろんなモデルやってるって感じです。高校生の時からそういうのね、なんか芸能会系に入りたいなって思ってたんで片足突っ込んじゃいました。どうやってどうやって？もうなんか目立つのが好きなんで、とりあえず最初は劇団ひまわりっていう、まあ、劇団に入るとこから始まって、なんかちょっとお仕事としてはブロガーをさせてもらって、そっからなんかちょろちょろテレビだったり、まあ、雑誌だったりっていうお声掛けをいただいたんでちょろちょろ出てます。じゃあモデルになったきっかけなんでしょう？かっこいいから。あ、だよね。でも将来はジャニーズだよね。踊るのも好きなの？好き。歌える？歌える。モデルになったきっかけはそのファッションショーを見た時からモデルの世界に憧れてはいたんですけど、本当のきっかけはその19歳の時に渋谷でスカウトされてそこからです。じゃあ普通に街で歩いてスカウトされて？そうですね、はい、渋谷で声かけられました。ツイッターをやっていてちょっとずつそのフォロワーが増えていって、でファッション団体っていうものがありまして、入らないかっていう声をかけていただいて、そこでファッションショーとかに出てるうちに雑誌やあとイベントとかにゲストさんとして呼んでいただいたりしてモデルになりました。きっかけ、ショップで働いていてこういう派手な服装をしていたからってことなのかなって感じです。あ、でもそうですね、スナップだとかやっぱりスナップからなんですかね。ブログも書くのがその時好きだったので、ブログとかスナップかきっかけなのかな、気づいたらって感じです。普通に原宿歩いていてスナップで声かけられまして、本誌の方に出させていただくようになりました。一緒なんですけど原宿で声かけていただいて乗るようになりましたね。スカウティングされたみたいなこと？あ、そうですね、はい、自分雑誌の方じゃなくて先に今の事務所にスカウト受けて、その事務所の紹介で雑誌に連れてってもらったんで、それが一応きっかけですね。え、じゃあモデルになりたいとか思ったことがあったんですか？俺の場合子供の頃からずっとモデルをやっていたので、その延長というかっていう感じで続けてます。何歳からですか？赤ちゃんモデルをずっとやっていて、で小学校ぐらいでやめてまた12歳ぐらいから始めてみたいな感じですね。あ、でも自分も小学校ぐらいからずっと最初親にやらされてたんでそれでやってたんですけど、中高ぐらいからはもう自分で服好きになってなんか着れる仕事がしたいっていうのでやってます。
to become a model in Japan. We had a variety of responses there. Some people actually got big because they had already social networks that pushed them, like Twitter or a blog. Other people said they actually got scouted on the street by talent agencies or maybe other companies. And we also had the response of snaps, street snaps. In Japan, it's a big thing when magazines go out and they take pictures of fashionably dressed people. And most of the models actually said they had first started with the street snaps and then got into modeling through that way. So, how about you? Would you like to start modeling? Why and why not? Let us know. Looking forward to your comments. And up until then, catch you soon. Oh, and don't forget, on the top right of the screen, we have more models asking Japanese people about Japan and a couple of other useful things. So be sure to check it out. And until then, catch you soon on Ask Japanese. Bye.